お子さんの成長や発達に合わせたお食事を一緒に考えていきましょう。楽しい雰囲気で食べる楽しさを体験することがお子さんの食べる力を育みます。離乳食9ヶ月から11ヶ月ごろ、3回食についてです。3回食への進め方です。1日2回の離乳食に慣れてきた、もぐもぐして食べるようになった、口角が左右非対称に動くようになってきた、以上のことができるようになってきたら3回食に進めていきます。3回食の進め方です。1日3回の食事にします。生活リズムを整えます。自分で食べたがるので手づかみ食べができるものを用意し、見守ってあげましょう。食事の量が増えると、食後のミルクや母乳の量が減ってきます。3回食、9ヶ月から11ヶ月ごろのお口の様子です。舌や口の周りの筋肉が発達し、舌が左右に動くようになります。口が左右非対称に動くようになります。離乳食の形態です。硬さはバナナくらいの歯茎で潰せる程度にします。味付けはだし汁を中心に大人より薄めの味付けにします。上下2本の前歯が生え揃う時期です。大きなものから前歯でかじり取る練習もしていきましょう。離乳食の進め方の目安です。いろいろな食材を食べていきます。必要な栄養素等の大部分を離乳食から取れるようになります。食具についてです。丸みのあるスプーンからも食べ物を取り込むことができるようになります。食べる時の姿勢です。自分で食べる動きが始まるので、自分の手が届き、やや前傾した姿勢が取れるのが理想です。手づかみで食べ始めるので、そのような動きを静止しないようにしましょう。自分で食べようという意欲も出てきますが、まだ上手に食べられません。お母さんの介助が必要です。手づかみ食べのために、小さいおにぎりやゆで野菜のスティックなど、自分で持って食べられるものも用意してみましょう。前歯でかじり取る練習にもなります。手づかみ食べの様子です。この頃のお子さんの様子です。この頃になると食事の量が増え、食後のミルクの量が減ってきます。食べムラも出てくる時期です。焦らず、ゆったりと食事を楽しみましょう。身長体重は時々計測し、母子手帳の成長曲線を使って確認しましょう。体重が成長曲線に沿って伸びていれば、栄養の不足はありません。左右湯冷ましや麦茶などを飲ませます。水分補給の際には、ストローマグだけでなく、コップも使ってみましょう。離乳食を食べない時の対応です。授乳間隔が空いているか確認しましょう。ちょこちょこ飲みになっていませんか？
味付けを始めてもいい時期かもしれません。お醤油やお味噌などの調味料を使ってうっすらと味をつけてみましょう。食事に集中できる環境になっていますか？テレビやおもちゃに注意が向いていませんか？大人の食事と離乳食についてです。離乳食はご家庭の食事が基本になります。特別に赤ちゃんの分だけ用意するものではありません。ご家庭のお食事からどうやったら離乳食を取り分けできるか考えてみてください。言葉は喋らなくてもお母さんの言っていることはかなり理解できます。いただきます、ごちそうさまの挨拶や手洗いなどの準備もきちんと行いましょう。一緒に同じものを食べるようにすると食べ方も身につきます。大人の食事から子ども用に取り分ける例です。子ども用のご飯、かぼちゃサラダはラップで丸め、一人で食べられるようにします。魚はほぐします。お味噌汁は薄めて食べにくい具を除いておきます。食事バランスの考え方です。毎回の食事で主食、主菜、副菜を揃えましょう。一日の中で果物や乳製品も摂りましょう。このような食事が生活習慣病や骨粗鬆症の予防につながります。以上で離乳食の説明は終わりです。